みんなは好きな人おる？私はもうここ数年好きって感情も忘れ果てるぐらい好きな人できてないんだけど、先月東海オンエアの哲也さんと峯岸みなみさんがご結婚されたじゃん。いやもうお二人とも本当に輝いてて、私もそれ見て感動してさ、私も素敵な人と出会いますようにっていう願いを込めて恋のお守り持ち歩いてたら、早速なくした。ええ、これどうなの？これお守りってなくしたらどうなの？でもその代わりに素敵な人が現れる可能性もあるってことよね。